規制に反対した誰だってね、誰だって皆さん EV 強制されたらどうしますか。絶対嫌だと思う人たくさんいると思いますよ。 EU はそんなことを決めたんですよ。ガソリン車全部禁止だってね。日本でも似たようなことありますね。先ほどちょっとね質問を受けましたけど、マイナカードをね、あれをね、今年の12月から健康保険証を全部廃止してマイナカードに統一すると。これがグローバリズムってやつなんです。全体主義ってやつなんです。これをやってるのがですね、グローバリストと言われる連中なんです。で、これに対して反対だっていうのは当たり前じゃないですか。自由を大切にしろ。だってあの日本のことを言いますとね、この健康保険証等をマイナンバーカードに一体化する強制措置によって病院がどんどん閉めてるんです。中小零細の病院、お医者さんと看護師さんしかいない。この事務手続きをやってるのはとてもじゃないけど回らない。そのための機械の導入、負担が重すぎると言って随分たくさんのね、病院が閉鎖なの方向に閉鎖してるみたいですよ。そして自分のかかりつけ医がね、病院辞めちゃったらみんな国民めちゃくちゃ不安ですよ。これ国民の不安を増大させてまでやることですか。こんなのはね、選択すればいいんです。便利だと思う人が使えばいいんですよ。選択肢を与えて自分で どれを選ぶかというのを委ねるのは、これが自由社会。この自由社会を守ろうと思って立ち上がったのが参政党なんです。だから私たちは2年前の参議院選挙の時にこういうことを掲げたんです。グローバリズム全体主義に対して自由社会を守る国民国家を作ろうという明確な立ち位置が私たちにあります。で、それと同じことを極右というのがヨーロッパでいい、アメリカではトランプさんが言ってる。これ一つの世界の潮流なんですね。自由を守る。これなんで極右なんでしょうね。日本でね、日の丸大好き掲げる、あるいはね、休日に日の丸を掲げたら公安が来てマークされるとかね、恐ろしい全体主義の国ですよね。君が代を歌うなとかね、君が代を歌ってで日の丸掲げたら極右なんですか。おい、マスコミの皆さん、勉強しなさい、し直しなさい、ね、もう一回ね、極右という言葉を定義をし直して、ね、中道右派ぐらいに変えたらどうですか。あなたたちがね、あまりも左に行き過ぎてる。で、つまりね、さっきの TBS の話じゃないけれども、我々は左の価値観に支配されてるんです。で、左の価値観によって政治が決められ、経済が決められ、私たちの国民生活も決められてるんですよ、ね、だから私はマスコミの皆さんを批判してませんよ。松田はよくメディアを批判してるって言うんだけど、批判してません。頑張れって言ってるんですよ。みんな日本人なんだから一緒に頑張りましょうよ、日本のために、ね、あの他の国ですとね、被左翼の人もね、愛国主義者多いんですよ。実は自分の国が大事だと思ってる人結構多いんです。その中で自分の国が大事なのは当たり前で、その中で右か左かって分かれてるだけなんですね。で、我々の国違うんです、ね、自分の国が大切だっていう人は極右になってしまって、危険なね、危険な存在だと。で、メディアもそういうふうに扱うんですね。で、ここまで私たち戦後頭をね、洗脳されてきたっていう、恐ろしいくらい人類史上始まって以来の大洗脳が行われたんです。で、その中でメディアもそこから抜けきれてない。メディアは戦後利得者です。戦後の作られた古い古い70年前のものをね、未だに引きずってる。早くメディアの皆さん目覚めましょう。そして今のままのメディアだったらみんなメディアを信じるのやめましょう。書いてあるの見てなんかおかしいと思うようにしましょう、ね、そうしないとね、真実見えません。おかしいと思って、じゃあ真実は何か知りたい方はぜひ参政党に来てください。私たちはちゃんと言ってますからね。私たちは世界中にね、日本のね、在外海外に住んでられる方がたくさんいらっしゃって、その方々からもすごい応援されてるんです。なぜかというと、党員多いんですよ、海外にいる。なぜかというと、ね、海外にいると分かるんですよ、日本がいかに異常に歪んでるかっていうのは分かるんです。戦後の日本がね、そして日本がいかに素晴らしい国かってことも分かるんです。私も海外行ったからよく分かります。そのことを知らない自分が恥ずかしくなるんです。そして参政党だけがそのことを分かって、そういう
主張してるってことは海外にいる方が一番理解してくれるんですね。でそういうところから私たち生の情報ね、もらってますので、で私国会議員にも言いたいんです。国会議員の皆さん、国会でね、なんであの問題議論しないんですか。あの問題は今日たくさん YouTuber さんいらっしゃるので明確に申し上げられませんけれども、なんで日比谷公園の議論しないんですか。なんでね、池袋公園の議論しないんですか。なんでの議論しないんですか。なんで強制的にああいう議決したことについて、そしてなんで日本がそれに合わせて何か規則をねやってますよね。はい。でそれをなんで国会で議論しないんですか。知らない人が多いんですよ。いやー、この間ね、某最近ね、2人の某大臣経験者とね、1人はめちゃくちゃ有名な人です、その人とでじっくり話をしたんです。そのめちゃくちゃ有名な某大臣経験者、2人だけで話したんです。私からいろんなことを勉強したい、そして大丈夫ですこれぐらいね、でちゃんとお話ししました。そしたらびっくりしてましたね。何を知らなかったって言うんですよ。でその間に大臣もやってるんですよ。いや本当に勉強になったって言ってました。でもう一人の方、この方はそんなに有名じゃないけども大臣経験者、松田プランについて聞きたいって言ってます。で本当によく分かってなかった。でもね、私はいろいろ教えたんでね、でこうやってね、自民党でこの大臣経験した人が参政党から学ぼうとしてるんです。だったら国会議員の皆さん、参政党に入ったらどうですか。みんな 国会議員の人がたくさん参政党に入ってね、参政党がね過半数取って政権取ったらいいんですよ。これ必ず日本のためになります。だって世界の情報分かってるのはね、私たちなんだから。皆さん勉強のために参政党ぜひね来てください。まあどうせ来ないでしょうけどね、また次の選挙のこと考えてね、参政党まだシリーズこんなにしかないから、選挙でね、どうせ当選するわけないなと思ってね、だって選挙のことしかみんな考えてないんでしょ。国家のこと考えましょうよね。衆議院の皆さん、私も昔やってたからね、私の後輩だってたくさん今ね衆議院やってるからね、言いますよ、後輩の皆さんにもね、国会議員の使命って選挙で当選することじゃないよ、国政やることだよ、当たり前でしょそんなのは、これ忘れちゃダメよ、これを忘れると国民見てるんだから、国民分かるんですから、日本国民はめちゃくちゃ賢いんです。理屈では分かんない人がたくさんいるかもしれないけど、感覚で分かるんです。だからこんなに支持率上がらないんです。いや岸田君だってね、自分の立場に立って考えてみたらですよ、私が彼の立場に立ったらね、僕こんなに一生懸命やってるのになんでこんな支持率低いんだろうと思ってると思いますよ。増税メガネって言われたから減税決めたのに支持率下がっちゃった、おかしいね。子育て支援、異次元の少子化対策掲げた、増税メガネと言われてしまった、だったらね、異次元の少子化対策言うのやめようってやめたんですよね。共生社会とそのから言い始めたんです。共生社会、世界のね潮流だ。なのにね、全然支持が分からない。その前に共生社会でめちゃくちゃですからね、あんなこと言ったらね終わりですからね。でそれから LGBT、 バイデンに言われてやったのに、あれしょうがないんだって、バイデンに言われたんだから、で正直に言えばいいじゃないですか。自民党のほとんども反対だったけど、あれ言わないとね、バイデンにいじめられるからね。だって2年前にアメリカに物申す元総理大臣がアブになっちゃった、僕の怖いんだよって言えばいいじゃないですか。正直に言えばいいんですよ、僕怖いんだ、アメリカ怖いんだってね。でこんなにアメリカが怖い中で一生懸命やってるんで、全然支持率上がんない、どうしてだろうね。簡単です、参政党に入ったらどうですか。岸田さんも勉強し直してね、もう一回総理大臣をね、もう一回狙ってみたらどうでしょうか、勉強した上でね、と言いたくなるぐらい今の政界は何も知らない。それから、ね、今日昨日かな、共同通信あるいは日本経済新聞にも載ってました、ようやくマスコミに載ってきました、ウクライナ支援、
5200億円日本が出す方向だ。この5200億円はそれとはいっぱい別にあるんですよ。すでに 1. 何兆円も出してますからね。でそれにさらに追加して5200億円って話が出た。これなんかね、国会でちゃんと追及しなきゃダメですよ。知らないんだから国会議員が。すでに 1.7 兆円出すって言ってることも知らない。ね、それから岸田さんがアメリカ行って、あれ全部融資になったんです。貸し付けになったんです、ウクライナ支援。だからトランプが OK して、それで 9.4 兆円のアメリカのウクライナ支援予算が成立したんですね。あれ、岸田さんが成立させたんですよ。融資で返ってこなかったら日本がね、保証しますからって密約してるんですからね。で、そういう話が、ちゃんとエビデンスが出てる。なんで国会でそれ議論しないんですか？全部日本の税金になるんですよ。国民の税金になるんですよ。国民に断らないで決めていいんですか、そんなことを。で、そして今回のウクライナ支援なんてめちゃくちゃ、あ、その前にね、ゼレンスキーとこんな約束してるんですよ。10年間の安全保障協定結んでるの。そして今年はね、7000億円出すって言ってきたんです。半年で7000億円、1年間で 1.4 兆円、10年間で1兆4000、あ、14兆円とかね、計算してる人もいたけれども、でもね、これね、ゼレンスキーの X で明らかになったんです。日本の、ね、国会で言ってない。日本のメディアでも発表してない。記者会見でも言ってない。勝手に決めてるんですよ。そして今回5200億円、これがまた立ちが悪いんですよ。めちゃくちゃ立ちが悪い。このね、G7 の、あの、アメリカの、今のバイデン政権、ちょっとね、やりすぎだと思いますよ。何をやりすぎだと思います？ロシアの資産を使うんですよ。ロシアの資産を今凍結してます、経済制裁で。その経済制裁で凍結したロシアの資産の金利、これが毎年5000億円入る。これを返済財源に充てる形で各国が融資をする。で、日本は5200億円。アメリカは200億ドル。まあ3兆5000か6000億円ぐらいですかね。3兆7000億円ぐらい出すんです。で、アメリカが出そうかな、これ融資ですよ。岸田さん約束してるじゃないですか。貸し倒れになったら日本が負担しますって言ってるじゃないですか。ね。で、だけど今何を言ってるかというと、この融資を凍結したロシアの資産の金利収入で返済するようになってるんです。だけど、そんなの保証されてますか？これね、ロシアを完膚なきまでにやっつけて、そしてウクライナから追い出して、ウクライナが勝利になった時に、ロシアに賠償金が取れるというふうになったらね、その時にはあり得るかもしれない。だけど現実違いますよ。日本のメディアもようやく最近認め始めました。もう圧倒的にね、ルーマニアやマケドニアに行ってるそうです。売ってるんですよ。で、さらに流れてる。現場に行ってないという話がある。支援したお金どこ行ってるか。なんかバーレーンでね、なんかあの高級ホテルを買ったって話があって。で、これかなり海外で有名な話ですよ。ね、そしてね、もうね、ガタガタですよ。で、この状態で、多分ロシアは4つの州をね、そしたらね、ロシアがこれ俺のもんだって言ったらどうしますか？訴訟を起こしたらどうなりますか？ロシアの凍結資産の運用収入から返済できませんよ。これ横取りですからね、西側の。どこのね、あの、西側が今ね、法の支配って言ってるじゃないですか。法の支配と言ってる人たちが、自分たちで法を犯してるじゃないですか。ロシアの所有権をね、勝手に犯してるじゃないですか。ね、こんなね、不法なことをやってね、何が法の支配だ。これがね、バイデン民主党のグローバリズムのやり方なんですよ。ね、我々は違います。やっぱりね、自由、そして法の支配、秩序を大切にするのは当たり前のことです。で、これやったら何が起こるかというとね、もうすでに起こっているのは、今ね、グローバルサウスって言葉あるのご存知でしょうか。新興国、途上国が一応サウス、南に多いから、ああいう国々がどん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 成長して大きくなって、みんなロシア、中国の方向かってるんですよ。そしてね、G7、先進国、アメリカとかね、日本とか、この G7 はグローバルマイノリティって言われてるんです。少数派になってるんです、今。GDP でも今ね、グローバルサウス、ブリックスっていうね、ブリックスがもう抜いちゃってるんですよ。そしてみんなブリックスに入りたい、中国、ロシア。それが中心です。そこにみんな入りたい、入りたいって言って、今年はもうサウジアラビア入ったり、イランも入ったりして、ついにね、タイとマレーシアもね、入ることになりました、アジアから。なんででしょう？
そうで G7 がめちゃくちゃバカなことをしたからです。経済制裁、ロシアに対する経済制裁をしたらロシアかえって強くなっちゃったんです。ロシアは資源とエネルギーがある国です。ロシアと取引したい国はたくさんあるんです。そこと経済関係を強化したんです。中国やイランやインド、ね、でロシアのモスクワ行くと東京よりも物にあふれていて物価も高くなくて裕福だ。なんか住宅ブームらしいですよ、モスクワはね。2軒目3軒目の家がね、なんかね別荘を買う人が増えてる。かえってロシア豊かになっちゃったんですよ。そして私たちどうでしょうか。私たちはロシアの経済制裁をやることによって石油や天然ガスをロシアから入ってこなくなっちゃった。今中東に依存しちゃった。90何パーセント中東に依存した。そしたら中東で何が起こったでしょうか。ハマスの紛争が起こった、ね、そしてイスラエル、イスラエル甘く見ちゃいけません。あれね、バイデンがいくら言ったってね、戦争やめません。やめられないと思います。なぜならあのネタニヤフさんでも止められないんです。あそこに3人の強硬派の閣僚がいて、この閣僚がいなくなったらネタニヤフ政権崩壊です。崩壊したら彼は汚職で捕まります。だから彼は戦争をやめられない。そしてその強硬派の人たちは何を目指しているか、ね、ハマスの殲滅じゃないんです。パレスチナ人の殲滅を目指している。だからあんなに民間人たくさん殺害してるじゃないですか。そして最後の一兵になるまで戦うと言ってる。今度はヒズボラって北側のね勢力とやるって言ってる。核戦争になるかもしれないですよ。そしたら今度はイランとのね関係でホルムズ海峡封鎖になったらどうしますか。日本に石油入ってこなくなる。でこれぐらい日本って今危うい状態にあるんですね。でじゃあどうしたらいいかって考えたらね、タモガミさんって言いましたよね。私もタモガミさんの応援に行きました。参政党の党員も結構応援に行きました。今日実はですね、私のチャンネルでご本人は自分を中道左派だって言ってる人と対談しました。だから決してその人はね、自分は保守でないって言う人です。でその人ですらタモガミさんが言ってることが一番まともだったって言ってましたよ。だってあの人は国を語ってましたから。他の候補からあんまり国を語る言葉は私聞きませんでしたけどね。今ね、国を語る政治は本当にやらなければいけません。あの玉亀さんはいつもおっしゃってました。やられたらやり返すをやらないと平和は保てないと言ってました、ね、あの憲法9条を見せたら戦争が起こらない時代じゃありません。やられたらやり返す力を持たないと、この日本の国民がこれから生きていけなくなるぐらい、中国のあの大使がね、火の中に連れ込むって言ったじゃないですか。でそういう時の本当に危機を感じた国民が立ち上がって、日本の国は大事だという政治を作ろうというのも参政党なんです。だからね、創建といってみんなでね、日本の実情、世界の状況を勉強して憲法を作り直そうというのも参政党が始めてるんですね。そしてこの強い国にもう一回取り戻す、トランプになったら迫られますよ。それ今日実はね、ある方と対談した時に、トランプが大統領になったらそれときちんと対応できる総理総裁は日本にいるのだろうかという議論をしてました。安倍さんみたいな人がいるのかなと、ね、そして今ね、一番人気ナンバーワンの人、あの方はもう名前は言いません。しげるさんっていう人がいますね。あの方はむにゃ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 、ね、やたら、ね、言ってることは長い。トランプはね、5分しか言うこと聞かない。言ってること思わない、長すぎる、ね、電話切っちゃうような人、まあこの人は無理でしょうとかね。そして神奈川県のね、あるところから若いね、二郎さんですよ。なんて言います、二郎さん。あの方は中身ないから無理だ。トランプはね、すぐね、相手の見抜いてしまう。こいつ中身ないって言うとね、相手にされないとね。まあ高市さんぐらいかなという話でしたね。高市さんぐらいかなと。で結局ね、まあ高市さん以外にあんまりいないなって感じなんです。でも高市さんはなかなか厳しいですよね、実際は。でつまり、ね、トランプ大統領が出た時に日本は危機に陥るんですよ、安倍さんがいないから、ね、その時にどういう政治を作るかを今本当にみんなで考えなきゃいけないんです。参政党政権与党にしたら大丈夫です、ね、そういう、ね、トランプさんと世界観が合いますから、ね、で日本でもね、このトランプさんが起こした、ね、自分の国が一番大切だ、ヨーロッパでも起こってる、ジャパンファーストをやるのはね、参政党ですからね。もう自分の国が大切だと思う人じゃなかったら信用できません。相手を信用するためにはね、
まず自分がしっかりする人同士で本当の信頼関係ができるんじゃないでしょうか。これはビジネスの世界だって同じですよ、ね、だからまずね日本を大切にするというねそういう選択肢がねちゃんとこのね日本の国政にあるということを多くの方に知ってほしいんですね。そしてそのための手段もたくさんあるんです。私たちは政策政党ですよ。ただね教育食と健康を国の守りを言ってるだけじゃないです。その背後にすごい政策があるんです。もう時間がそろそろ迫ってきたんでそこまで言えないけどもね、教育を充実させないのも財源がいるでしょう。子育て支援も財源がいる。私はいつも言ってますね。第3子に1000万円給付4兆5000億円でできます。今72万人の出生数が170何万人に増えても 4.5 兆円で済みます。 4.5 兆円を今の財政の仕組みで言ったらね消費税率 1% から 2% って言うでしょう。だから財務省は抵抗するでしょう。やらないでしょう。他の政党できないません。これだから賛成党ならできます。なぜなら国債をお金に換えるマツダプランがあるからです。国債発行して日銀が買えばいいんです。それを政府の通貨発行権を使ってデジタル円で返済してこれをみんなが使うようになるんです。国の借金がね、金利のつかないお金になるんです。私、別に夢のようなこと言ってるんじゃないですよ。亡くなられた安倍さんが私の案をちゃんとね、これ乗れるとおっしゃってたらしいですからね。一番現実的なことを言ってるのは賛成党なんですよ。で、国防費を増やすんだって、国債で発行すればいいんです。最終的にはね、デジタル円に変わっていって、借金がお金に変わっていく、それで経済が回るんです。先ほどね、マイナンバーについての質問がちょっとありましたけどね、マイナンバーだって今のマイナンバーには反対ですよ。ただ反対するだけだったら共産党と同じ。我々はブロックチェーンという新しいね、国民本位の巨大サーバーのいらない、だからね、信頼ができる、自分たちで自分たちの情報をコントロールする新しい情報基盤を作ると。決闘した時からブロックチェーンと言ってます。ブロックチェーンで投票システムを初めて導入したのも参政党なんです。これは忘れてる人多いかもしれませんけどね。そして今地域で自分たちのお金発行できる経済を作ろうという取り組みを私は呼びかけてます。これもずっと参政党はブロックチェーンということを掲げてきました。そして松田プランもちゃんと参院選で掲げてきました。でこれがあったらねもう日本経済はぐんとね上昇曲線に戻ります。でこういう具体的な政策は他の政党でできないんです。松田プランがないから。でこのことを最後に申し上げて選択肢として再選党がありますよ、ね、テレビは、ね、いつまでも報道しないかもしれない。新聞も取り上げないかもしれない。国会議員一人だったら取り上げないかもしれない。だけど特ダネを逃して皆さん残念ですね。記者の皆さん、ね、記者の皆さんだって特ダネ報道したら、ね、視聴率上がるでしょう、ね、雑誌が売れるでしょう、新聞が売れるでしょう、ね、これ聞いてる方は、ね、ぜひ、ね、記者の方少しね、賛成と勉強してみようと思った方、私のところにぜひね、取材に来てください。ね、そしたらね、国民にとって、世界にとって、日本にとっていいことになりますから、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。松田先生、ありがとうございました。